皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。ということで本日はですね、お話ししたいのは、定番のね、悪徳詐欺予想会社というんですかね、情報提供会社と、反社会勢力のつながりについてね、お話をしてみたいなと思います。まずね、予想や情報を提供する会社ね、どのレースがねこの着順で当たりますよみたいなことをね、情報料払うとね教えますよみたいなのがあるんですけども、まあそれがですね、なんですかね、JRA 公認的なものをね、こう勘違いさせるようにね広告宣伝勧誘をしているとか、まあ、あるいはですけどもその JRA の関係者からね情報を引き出して、非常に精度の高い情報を提供してますよとかね、なんならですけども、絶対当たるよなんてことでね高いね高額なもうね何十万みたいなね感じで情報量をね請求してみたりとかね、あるいは八百長なんでしょうか、その前もってレース結果が決まってますよなんて言ってね、宣伝してるとか、まああとはですねその一般人とか善意の第三者を装ってね、まあその悪質な予想情報提供業者への誘導を行っているとかね、まあ、あるいはですけど勝ち馬投票券とか万馬券の、ね、的中証明書のコピー画像を提示してね、ここいかにも高額配当的中させてますよっていうねことで宣伝してますということでね、これ全部ねあの JRA のねあのホームページに書いてることなんですけども、まあ、非常にねJRA さんもね、まあ、困ってってるわけですね。だからまあこういうね注意喚起ということをしてると思うんですけども、この今のね話を全部聞いた人のほとんどが、いやそんなうまい話あるわけないよねとね、掛け事でね、まあ、その結果が最初から分かってるなんてね言ったらね、誰でもね、そのみんな当たることになってしまうんで、まあそもそもオッズが下がっちゃうってのあるんですけども、それじゃあ掛け事の意味がないでしょうっていうことでね、まあ仮に本当にいや、まあ八百長的なことでやるんであれば相当大掛かりになるんで、まあ現実的じゃないんじゃないか、まあこういうふうにね考えるのが普通だと思います。まあ要はギャンブルに必勝法はないよねっていうね、そういうことはね言えると思うんですけども、もしかしたらこういう話がね本当にあるのかもしれないと思って乗っかってしまうなんていうのはね、そういう人も中にいますと。で最初にね例えばですけどなんかこう、初回お試しじゃないですけど、まあ、非常に低額でね、数千円とかね、まあ、1万数千円ぐらいでね、まあ、登録して、まあ、お金を払ってね登録して、そしたらすかさずね、折り返し電話くださいよみたいなことがあって、でそしたらね、なんかこう番号を登録したから、20万振り込めとかね、で振り込まないとどうなるか分かってんだろうなみたいな、まあねそういったことで、まあ相手をね脅かしてくるということがね、よくあります。はい、なんで、まあ例えばですけど除外馬券場とかでもねこう予想してる人とかいるとは思うんですけども、まあ、あるいはね公営ギャンブルだと競輪とか競艇とかね、まあまあそういったところなんかだと、まあ、100円でね、そのレースのね予想を買うとか、まあ、そういうのはね悪質とまでは言えないわけですけども、そんなね何十万とかね、しかもねその絶対当たるよとかね、まあちょっとねこうまあ嘘大げさ紛らわしいなねまんま味で言ってるようなね宣伝して情報提供してる会社があるということでね。で問題はこれ、先ほど私申し上げた通り、まあ反社会的勢力とのつながりというね部分のお話をさせてもらいました。これがですね、じゃあなんで反社会勢力が後ろ盾になってるんですかってことはちょっと考えるとすぐわかると思うんですけど、絶対当たるんだって言われたら
あえて買うわけですよ。もし後ろ盾がなかったらね、その怖い人たちが。で、まあもちろん当たらないとなってきた時には、どうしてくれるんだと。ね、お前当たるって言っただろうと。ね、それがお前こんな全然は箸にも棒にもかかんないようなね、ガセネタつかませて、ただで済むと思ってるんですかと。まあね、こういうふうに追い込まれてしまうっていうのはね、容易に想像できると思います。で、その時に、後ろ盾があればですね、その後ろ盾の人がね、当然話をしてくれるわけですよね。ということなので、一般人に対してはのらりくらりでかわしてね、相手が諦めるのを待つっていうのがまあ常套手段なんですけども、まあそういうね、裏社会の人がね、出てくるなんてことになってくると、まあね、似たような業種の方が出てくると後ろからね、まあ、そんなことがね、起こりうるということで、そうするとまあトラブルの種元になりますから、追い込みかける方も後ろ盾がいるかどうかは調べます、当然。でそうすると大概ですけども、あのこういう詐欺、まあ詐欺まがいのようなね、予想屋というんでしょうか、情報提供業者っていうんですかに関しては、あのほぼほぼ後ろついてるんですよ。なので、追い込むことはしないですね。あそこの会社はどこどこの、まあ、企業社邸なんだな、フロント企業だな、まあ、なんとかこうちょっとね、上の人がね、あそこね、後ろ盾になってんだなみたいなことは、まあ、情報がね、全部もうね、分かってるんで、そうなってくるとね、当然ですけども、あえて買って外れたじゃないかって言って、まあね、まあ言いがかりっていうとちょっと、まあ、微妙にちょっと違うと思うんですけど、それでもまあちょっとね、そういったものを足がかりにね、ちょっとゆすりたかりみたいなことやろうかって言ってもね、まあ、できませんということですから、まあそういう無駄なことはしないということになります。ですので、まあ一般の人もね、あの変な話なんですけども、これ悪質な業者っていうのは別に、まあ今回は競馬の予想会社とかしましたけども、あのいわゆるあの情報商材系とかね、まあいろいろあるとは思うんですけどね、仮想通貨のね、話なんかもそうだし、まあそういう投資話とかいろいろあると思うんですけども、まあ大概後ろに、後ろ盾になってるね、まあちょっとね、怖い人たちがいますよっていうことはね、あのちょっと頭の片隅に入れといた方がいいんじゃないかなと思いまして、一本動画作らせてもらいました。まあ、あの簡単にねお金が稼げると思って、まあ、あのちょっとね、あの強盗の話をね前回させてもらったんですけども、それをねこう関係を清算するためにっていうことでねお話しさせてもらったんですけども、今回もねこういうね、悪質なですけど、まあ情報商材提供会社というんでしょうかに関わると、そのやっぱりね揺すられたりすることっていうのはよくあるんですけども、まあ、これもね毅然と対応して、それでですね相手の要求を突っぱねると、まあ、そういう場合にはですね、あの住所が分かってて、電話番号も知られててとは言っても、間に警察入ってくるともうほとんど、向こうも追い込んでくることはないです。はい、やっぱ警察案件になるとね、そう簡単に手出しができなくなっちゃうんで、ですから、まあ、こういうね安易なものに騙されないのがもちろん一番いいんです。そんなものはね、あの火を見るより明らかなんですけども、ただ人間ですから魔が差すこともあるし、現在進行形でね騙されてるぞ、困ってるぞ、追い込まれてるぞっていう人もねいると思います。ただそういう時にもですね、あくまで冷静に対応していくってことが大事で、パニックになるとよりこう深みにはまってしまうってことがありますんで、まずですね本当に困ったら、警察にね相談するっていうのが、まあ、一番いいのかなと思います。でそうなれば、きちんと相談した上ですと、まあ、向こうもねもうそう簡単に、まあ、尻尾をね掴まれるようなことはできなくなるし、またねまあ変な話ですけども、そこで関係が清算されてしまうっていうことがほぼほぼですのでね、まああまりねその高圧的な態度に出られたりとかするとついね、
まあ、ビクビクしちゃうなんて人もねいるかもしれませんけども、まあ、関わってしまったっていうことに関してはね落ち度があるとしても、騙された人が罪に問われることはないですからね。騙した人が悪いんですから、まあ、そういうこともね考えて、まあ、警察の方にね一日も早くというか、まあ、速やかにね相談していただければなと思いまして、ね、一本ね注意喚起の動画作らせてもらいました。まあ、こういった話は他にもたくさんあるんで、また折を見てねいろいろお話ししてみたいと思います。本日もね動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。